おいっすなんかあれっすね、うん、加藤サリの動画バットがやばいっすねあのコメント欄むちゃくちゃ荒れたね。あいやまあ荒れました。なんかもう今までファンやったけどみたいな、もうちょっとチャンネル登録解除しますみたいな。めちゃくちゃ多かった。ちょっと一発謝っといた方がいいんじゃないですか。すいませんっつって。俺は、はい、そうねじゃあ一応謝罪という形でいきますか。そうですね、うん、まあ加藤サリと、まあ、俺が付き合いすることでね、俺のことを嫌いになりましたとか、もしくは、チャンネル登録のね、解除をしますとかっていうコメントがいっぱいありました。で、その件について、ちょっと僕からね一言、申し上げますと、その件で、ユザン深夜を、嫌いになったり、もしくは、ゆうやまチャンネルの登録解除をされるという方に関して、どうぞご自由に、解除の方をされてください全く謝罪するつもりも何もありませんので言うたら何回だ、俺がさ、その加藤さりと付き合いをすることで俺のことを嫌いになりましたとか、もしくはそのチャンネル登録はもう解除させてもらいましたっていうのは、別にそれもうはっきり言ったら俺のことは別にそれ好きじゃなかったってことなんや。結局もう薄っぺらやない。でそれをまたコメントに残してきて、でそれを残していくような人間であれば、それもどうぞって感じ。言うたらもうそんな人間は どん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 いろんなとこ巡っていくわけやけん、また他のチャンネル行ってもらったらいいんじゃない。ただなんていうとこやな、例えばよ、じゃあ俺が加藤さんのこと好きになってくださいって言うたら、これはやっぱ感情の問題やけん、そこまでは俺はそのコントロールはできんよ。そのね、やっぱり俺の好きでいてくれる。でも加藤さりさんに関してはちょっと、まあこれもコメントがあったとよ、その加藤さりさんに対してはちょっと申し上げれません、好きにはなりませんって。それはもう個人の問題やけん、そこまでは俺は左右できん。確かに。でも、その加藤さりと俺が仲良くすることで俺を嫌いになりましたって言うんだったら、どんどん嫌いになってくださいよ。そこまでね、俺もへりくだるつもりはない、はっきり言って。嫌いになったんやったら嫌いでどうぞ。そこを別にそのまたあなたの感情をね、俺がコントロールするつもりはありませんので、これはっきり言うと、俺のね、近所の子供たちが俺がよく預かるやない、はい、預かるやん。でその子たちに俺常日頃ね、教訓として教えようことがあるんよ。それは人のことを簡単に嫌いになるなんてっていうことを俺常日頃言いよんよ。やっぱ子供の時って、例えばじゃあ恋愛しました、で、そこで別れましたってなると、なんか嫌いになったりとか、うん、これが結構多いんよ。だけど子供たちには俺常々言うと、人のことを簡単に嫌いになるなって、そんな簡単じゃないけん。だけど俺がその、まあこの配信を見よけば多分分かると思うけど、俺はその何かやな、いろんなものを持った人間であっても、そのある程度人のその見る目っていうのは持っとうつもりないよ、洞察力っていうものをね。だけど俺はその洞察力を用いて人とコラボした時に、人のことをどん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 掘り下げる、いいものをね、俺悪いものを掘り下げに行ったことなんて一回もないよ。俺はいいものを、なるべくなる世の中に出したい。例えば、この配信が終わった時には多分ダルビッシュ君とかの、配信もあったと思う。でダルビッシュ君とそのコラボした時もやっぱりそのなんだ、兄貴がやっぱビッグネームやね、はい、でやっぱり抱えた苦悩っていうのがやっぱりいっぱいあったと思うよ。俺はその部分を一番聞きたかったけん、だけどその弟である苦悩をちょっと教えてくれんやろうかっていう話をしに行ったわけ。やっぱりその何回な、まあサリの場合は建前上で言うとその炎上系が大きい。まあもちろん俺は炎上系を全然否定するつもりはないってね。炎上ってのははっきり言ってあれと思っとうけ、その一つのマネジメントと思っとうけ、言うたらこの世の中にその炎上商法の一番の極みってこれ報道やけどね、テレビ局なんよ。例えばじゃあ芸能人のそのネタがあるやない、はい、その、ね、芸能ネタでじゃあどっかが誰かと誰かが不倫してました、はい、こんなもんはっきり言ってリークする必要ねえ、もともとで言うたら。じゃあなんでここでこうリークするのかって、ここで人が群がって、で人がどん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 面白がる、でそれにすることによって
どん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 視聴率が増える、視聴率が増えればスポンサーからもどんどんまたお金が入る。でもしそのチャンネルというかそのなんだ、芸能人のリークをしたとなると二度おいしいわけさ、うん、結局謝罪関係まであるけ、うん、でこれもちゃんとセットなわけよ、うん、だけどここでうまいことみんながボン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 盛り立てるっていうのはこれ完全な炎上商法だよね。だけそれと一緒、加藤さんにもそれをそのまあやり方がまずいのかどうかまではそこもいろいろあるたし千差万別でも、それを YouTube でやって、でそこでまたバカだのなんだのかんだのって言われて、それに耐えながらそれをちゃんとエンターテイナーとしてそのやりようのは、まあはっきり言ったら、日本人でもあの子しかできんと思う。あそこまで叩かれるやり方ってのは、ね、俺はだけ唯一無二と思うよ、日本人のこのタレントの枠では誰も仕切らん、絶対に、うん、絶対に仕切らん。まあやりようことに関してはもちろんその叩かれるようなことばっかりするよ、うん、でもそれを彼女がその確立させたもんやけどね、今のこの日本に絶対誰も仕切らんけ、だけどそれでまあ、俺を否定するって言うんであればどうぞしてください、うん、俺は彼女のその持ったその元々のその素直な部分っていうのをすごく分かっとうけん。俺結構密に話しよっちゃうね。で、それこそ、まあ、これ言っていいのかどうか分からんけど、ちょっと他の、クラブハウスで、彼女が喋りよう部分があったんよね。はい、で、その時にそのシングルマザーっていう部分を結構かなり真剣に喋りよったじゃん。なかなかね、ああ、なるほどなっていう部分があった。で、そこにおるその、リスナーさんたちも、ああ、なるほどですねって、すごい真剣に聞きよった。それだけ、彼女も彼女で真剣な話をするときができるんよ。でも、それは表ではしないってだけ。うん。だけ、そこを別に、まあ、ここまでその、ね、コメント欄が荒れたけん、認めてやってくださいってまでは言わん。でも、俺は認めと、彼女を。っていうぐらいかな。なので、謝罪は一切しません。しません。はい。一気に喋りましたね。はい。すみません。すみません。オープニングの軽い振りのつもり。そうか、そうかね。ごめんごめん。一問一答もなかったから。まさかそんなに喋ってもらえるとは。ごめんごめんごめん。ちょっと力が入った。ごめん。